お願いありがとう。お花もさ
ワボン平和の合言葉プリーズとサンキューでお友達作ろう魔法の言葉で世界がつながる地球のあちこち見るものがいっぱい、うん、そうだねえカバンの中を見た？まだだよね。じゃあクマさん楽しんできて。大事な言葉忘れないでね。1ヶ月の船の旅だって。すごい長旅だね。私の方がいいよ。だってたった1時間で世界一周できちゃうもん。おいお前、かわいいな。俺様を好きになるがいい。いやよ、私が愛してるのはこの王子様だけよ。お前は俺様のものだ。嫌ならこうしてやる。はあ、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 はあ。お話をもっともっと盛り上げないと。私たちの愛はいつまでも変わらないわ。呪いを解くためにはキスをするのよ。そうすれば元に戻るの。そうだ、クマさんに私の劇を見せに行こう。クマさんなら私の劇が素晴らしいってわかるはずだよ。Thank you.
そりゃテレビでサッカー見るのとは違うもんね。と言えば誰にも手なずけられないの。お前は俺様のものだ。嫌ならこうしてやる。ちょっと待ってよクマさん、これからがこの劇の一番面白いところなのに。すっごく素敵なんだよ。心にグッとくるよくできたお話なんだよ。他にもすごいのはね、この劇が何かを変えるってこと。いい？それじゃあ見ててね。私が作ったお話みたい。それよりもっとすごいけど。それじゃ元に戻してあげるためにクマさんはやることやらなきゃね。ほらだからキスするんだってば。みんなにだよ。やらなくちゃ。やって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 。そんなキスじゃダメでしょ。もっと心を込めて。Thank you.
内緒にしてたんだ。やりたい。私もピアノ弾きたい。ねえ、これってグランドピアノだよね。かっこいい。どこから音が出てくるの？うわあ！私なんで今までピアノ知らなかったの？きっと私には音楽が足りなかったの。よいしょ。ほら、教えて。すぐに有名になるんだから。よいしょ。わあ！なんでドレミの練習するの？あたしそんなのいらない。さあ楽しいピアノ。一番大事なのは綺麗にお辞儀をすること。ドレミの練習嫌い。うわ、クマ
それだったらテレビでアニメが見たい。Thank you.
れってすっごく名作かも。大人は寒がり、子供は元気。スケ
ケット靴履いて息舞う中踊る、くるくる華麗に滑るのさ、バレリーナのように、うん、1,2,3,4,5,6 さあアニメを探しましょう。このマイクを押して